2020年最後の定期便紹介していきます。お願いします。まずこちらですね、コスタリカサンフランシスコ1900ノエ、これはセロベルデマイクロミル、タラスにある小さいマイクロミルですけれども、すごく標高の高いところで育てられているコスタリカの自品種ビジャサルチ、これをねホワイトハニーで精製してカフェテラノにやってきたと。私がねさっき、これフレンチローストで焼きました、アーモンドチョコレートとか、あとはミルキーな感じがね非常に強くて、口当たりが滑らかです。でフレンチローストのね香ばしく甘い感じがあって、酸味はねほどほど控えめです。なので酸味が苦手という方も飲んで楽しめます。牛乳入れてもねきっと美味しいと思いますよ。さあそして、はい、こちらなんでしょうかね。実はこれブレンド香りです。おー、まあ、初めてブレンドが入る、その初めてのブレンドが香りです。はい、1年にね2度しか焙煎日がないね、超限定のブレンド、これがね今回入ります。ね、まだ定期便にね申し込んでないあなたも入りたくなったでしょ。めちゃめちゃお得ですね。はい、めちゃめちゃお得です。めちゃめちゃお得です。こんなのがね入ってきちゃうんですよ。でね、これはね、私が豆の選定、焙煎、ブレンド、ね、全て担当するというね、まあカフェデナンゴの中でも超限定のブレンドで、この配合はスタッフも知らずと、で味も毎年毎年私がその年のコンセプトを決めて変えていくというね、そういうブレンドです。今年はね、大粒品種をもっと美味しくというねテーマがありまして、 100% 大粒で作ってます。ちょっとね、飲んでいきたいと思います。まあこれねまだね実は完成品ではないんですが、叩き台みたいなやつなんですけど、はい、大粒の個性がね、こうまるっと入った美味しいブレンドになっているはずです、はい、ここからさらにねブラッシュアップしていきますんで、はい、ぜひこれ届くのを楽しみにしていてください。2020年12月最後の定期便はサンフランシスコ1900ホワイトハニーフレンチロースト、スペシャルブレンド香り、この2種でお送りいたします。ご視聴ありがとうございます。動画が面白かったと思った方はチャンネル登録をお願いします。他にも Twitter、Facebook、Instagram いろいろやってますので、ぜひフォローもお願いします。かやぬまんでした。